内藤正長は、戦国時代から、江戸時代前期にかけての武将。数佐佐抜藩主を経て、道の区岩木平藩主。延岡藩内、藤家宗家初代。官位は、十四位下、様之助。永六十一年、内藤家長の長男として生まれる。天正十二年の小牧、長久手の戦いで偉人し、功績を挙げた。 天正17年、豊臣秀吉により、豊臣姓を下手された。朝鮮出兵では、非前名古屋城に駐屯した。慶長5年、関ヶ原の戦いの前哨戦である、伏見城攻防戦で、父が、鳥居元忠や松平家忠らと共に戦死したため、その後を継ぐこととなった。関ヶ原の戦いで正長は、下野宇都宮で、上杉景勝の南下に備え、 戦後に戦死した父並びに、自身の功績を称されて、アモウ軍において一万国の家蔵を受け、数笹、関三万国を領した。慶長十九年、大久保忠地失脚により彼の孫娘をめとっていた、ことから安保立山藩の里見忠義が、改役されると、本田忠友と共に、立山城の受け取りの使者となる。 この城受け取りの総指揮官にはま永が任命された。同年、大阪冬の陣が始まると、安暴国の主営と支配を任された。翌年の大阪夏の陣では、江戸城の留守居役を任された。それらの功績により戦後の同年、一万国を、加増された。元那五年には五千国を加増され、四万五千国を、領する大名となった。元那六年、 地後柳川藩の田中忠政が死守なくして没死したため、田中家は海役となった。この時、正長は城の受け取りを務めている。元案八年、道の食いは北平七万国に数を違法された。また、寛永九年には、日後熊本藩の加藤忠広海役の際に再度城の受け取りを務めている。加藤家は大半だけに家臣たちの抵抗が危惧されたが、 マ永の尽力によって無事受け取りを終えた。ただし、日後に向かう途中、マ永の船酔いによって、急遽、小倉藩に立ち寄ったため、予定外の上司到着に、藩主、細川忠利は困惑した。江戸でこれを聞いた前藩主、細川忠興は、様は、豊臣秀吉の後麗人に会わないでよかったと、皮肉を込めた書簡を忠利に送付している。 寛永11年10月17日、67歳で死去した。あと、長男の忠興が継いだ。父のために、母大樹である善少寺を創建し、岩木の地世紀に奈浜海岸に建てたという道山林という暴風林がある。ABCD 福津市市編山委員会編、福津市市通詞、1982年、395ページページ。 川名登、立山城についての一考察、小協論集16号、1983年。川名登、さぬき在城時代の内藤氏、明治大学内、藤井英文書研究改編、不代藩の研究や義書店1972年。徳川家は、朝鮮渡航を命じられなかったため、正長も、直接、朝鮮出兵には参加していない。 神崎昭都細川忠興所上から、藤野の田持先生歓暦記念会編、近世日本の政治と外交小山閣、1993年。ISBN46 億3 9九0 1万1954。ありがとうございます。